どうも、市川なみです。はい、ということで、今回はレモンチップスを作っていきたいと思います。はい、レモンチップス、シンプルな感じです。はい、こちら材料としました、じゃがいも1個、これも半分ぐらいになってますけど、はい、こちらと、あとレモンパウダー、どうですか、これがレモンパウダーなんですって。あ、失敗の色がいたします。はい、こちらレモンパウダーをですね、一振り、まあなんか自分のさじ加減ですね。で、そして塩も、まあ、小さじ1と書いてますけど、まあ自分の、まあ、好きな量をかけていただくっていう感じですかね。で、まあ揚げ油を入れていて、であとまあこちら紙袋もあって、まあ、この中に揚げたやつ入れてちょっとフリフリするみたいな感じですね。はい、こちらで材料は全てです。さあ、では早速こちらのドライモをスライスしていこうと思います。よいしょ、あの、うん、こんなに言ってもあれですね。そんなに力入れなくて大丈夫です。すごい、あ、すごい、なるほど、すごい、美味しい。これもですね、なんかまあ刃物がね一応あるのであれですけど、小さいね、お子さんとかもで楽しいかもしれない。お、うん、そんなに力はいらないです。たまに途中で引っかかりますけど、え、すごいすごい、え、なんか手を切らないですね。はい、おお、すごい、あ、すごい、なんかこんな感じでめちゃめちゃ薄い感じのね、ドライモがいっぱいできました。すごい、ポテトセージ。じゃあ揚げていきます。それでは揚げていきます。よいしょ、ちゃんと見えます。水分、じゃがいもの、ね、水分をロープでこう拭いて切ってから揚げた方が食べづらいと思われます。はい、あ、あ、いいんじゃないですか、これカリカリだよ、これ。はい、いいよ、はいはいはい、おお、いいですね、いいね、カリカリしてます。どうだ、これをもう一回入れちゃい、はい、どうなんだ、入れる前に揚げてしまう。よいしょ、あ、いいじゃないですか。お、第一陣綺麗にできました。はい、ということで揚がりました。すごいいい色。こちらはですね、このまま食べる、はい、食べりたい、食べたいところですが、ここにですね、じゃん、こちらの紙袋に入れて、まあ、レモンパウダーと塩をね、かけてちょっとシャカシャカしていきます。豆乳、ルルルルン、はい、入りました。あ、いいですね。はい、種も仕掛けもございません。はい、それは当たり前です。で、これほんま全部入れたらやばいので、ちょっと自分のお好みの塩をちょっと一つまみぐらいかけて、続いてこちらレモンパウダーをね、まあ一つまみ、うん、もう一つまみ、はい、これでシャカシャカします。はい、いいね、
ちょっとじゃあ開けてみます。すごいおしゃれおしゃれ完成しました。イエーイ。さあということでここでちょっと食べてみましょう。いただきます。じゃあぷくっとしてるやついただきます。おいしい。いい音。うん、塩を入れすぎました。あ、でも、おいしい。ちょっとレモンが足りないかもしれないので、おレモン、おレモン、ドレモンパーティーいっぱい食べてみます。いっぱい食べたこの小豆汁いただきます。これレモンいっぱいかけたら美味しいです。なんか普通に塩だけでも美味しいけど、レモンパウダーがいい味出してます。美味しい。大成功。おいしくできたので皆さんもぜひ作ってみてください。それではまたねー。